はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8では続きをやっていきましょう。ちょっとね、まずラテカ樹脂をね3つもう手に入れてきました。で、サクッと小舟を作りましょう。ラテカ樹脂が手に入ったと。あ、これもなかなか貴重なんだけどもね。小舟の扱いには慣れてるよな。組み立てを手伝っちゃくれねえか。まあ小舟をね扱うのは慣れてますよ。その小舟でエステリア地方に向かったからね。そして遭難したっていう、まあそれが全ての始まりですからね。この木を加工するのか。船に良さそうな木を選んでくれよ。え、どんな木を選びますか。いや、わからん。これ何、多い方がなんか良さそうな気がするけど。おいおい、そいつはまずいだろって節が抜けちまって沈没なんてのはごめんだぜ。いや、ドギ、お前結局分かってたのか俺に聞くな。じゃあ船の作り方などさっぱりわからん。いや、めっちゃ綺麗だな。めっちゃ綺麗に加工したな、これ。どこから組み立てますか。こういうのってそこから作っていくもんじゃないの。おお、やっぱ下から確実に組んでいかねえとなって。まるで機械で削ったような木だったからね。いや、めちゃくちゃ立派でしょ。これ二人で手作りで作ったんでしょ。なかなかいい出来じゃねえか。上出来だよ、本当に。まだ何かが足りねえって。足りないものとは。家事、オール、選手像とか、これ絶対関係ないでしょ。で、この大きさだったらね、多分家事よりオールだと思うんだよね。おお、オッケー。また作るのか。こうしてついに漂流村の小舟が完成したのだった。あれで、オールはどこにあんの。もう手際はいまいちだったが、なんとかできたなっていまいちだったんかい。まあ、これで村の資材集めもはかどるんじゃないですかね。潮の流れ。ああ、なるほど、船長だからね。てか、このセイレン島が他の島からどれくらい離れてるかっすよね。川の手袋を受け取ったって、それお前が今使ってたやつじゃないか。そんな川の手袋いらん。お、完熟ココヤシ2つ。ああ、一番最初の選択肢も合ってれば、完熟ココヤシが3つになったっぽいっすね。まあ、多分ですけど。まあ、でも回復の、復活薬は結構あるんで。で、ラテカ樹脂を集めているついでに、まあ、少し果物も増えてきたので、まあ、前よりはマシになってますね。で、あと、前回手に入れた粘石なんですけど、カトリンに、話しかけたら、まあ、この粘石でさらに、防具と武器が作れるようになりましたというような、ところになったので、リングメールとボーンブレストですね、この2つが、作れるようになって、まあ、リングメールの方が防御力は高いと。ただね、この剣狼角がちょっと足んないんですよね、全員分作ろうとすると。で、ボーンブレストは、まあ、攻撃力も上がるので、今回はこのボーンブレストを全員分作っていこうかなと思ってます。で、そのままアドルにつけて、ラクシャにもつけて、サハードもつけて、てかこれ4人分必要か。仲間が増えれば増えるほど大変になりそうだな。全員分を装備させる必要があるのかどうかっていうところもね。じゃあちょっとこっちの、巣を破壊していきたいので、どっちから行った方がいいかな。ロングフォーン海岸から行きますか。戻る感じになりますね、そうすると。
ちょうどいい地点がないな。そうで、あと、スキルをちょっと入れ替えました。範囲の広いね。なんだっけ、これ構成値だっけな。これ。まあ、あいつはもう無視するけど。いて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 。この野郎。人が下手に出れば。いや、これ範囲めちゃくちゃでかいんですよ。一掃するのに、かなり役立つっていう。あれ、どっちだっけ？ちょっと地図を見て、こっちか。ほら、そしてね、攻撃力も結構高いっていう。いや、いいね。こういう雑魚を一掃する。真空波が向こうまで届いてるな。ほら、ほら。あれってか、こっち行った？ん？なんだ？行ったっけ、こっち。ちょっと覗いてみましょう。お、濃い霧が出てきやがったな。また霧か。これだけ視界が悪い。あ、なんかいる。うわー、これはもう無理だ。危険です。一旦離脱しましょう。逃げろ。ちょっと小さかったね、あの恐竜は。でもレベル差が半端ないからな。でも小さい分だけ多分攻撃も素早いからな。やっぱり俺はこの狼を相手にしてるのがお似合いだよ。邪魔だ。でここを抜ければあの蜂が出てくるところに出ますね。この蜂もちょっと鬱陶しいしな。ここでアイテムを使って、あ、力の霊薬アドリン使っちゃおう。クルの実とかココヤシとかマンゴーも結構溜まってきたんで、駆除剤これか。あ、これダメージが当たってんのか。おらおらおら。あれ、あ、蜂蜜いっぱい手に入れたか。よしよしよし。この数自体は一回破壊したらもう終わりかな。お、そしてセーブポイント。密林か。突然暗くなるよな。さっきまでめちゃくちゃ明るかったのに。お、フクロウがいる。いや、でもここは今までの中で一番暗いとこだな。それにしても恐竜村もだいぶ賑やかになってきたよな。いろいろな奴らに協力してもらえるようになったし。そうですね。どうしても好きになれない方もいらっしゃいますが。お、誰のことだ。わかった、カーランのおっさんだろ。あなたね。ジョーちゃんは人が嫌いか。そんなわけ。大体今のはあなたが。自分と違うって理由でいつも人に腹立ててやしねえか。そうかもしれません。でも最近気づいたことがあります。世の中には様々な立場の方たちがいて、それぞれ違うものの見方や信念がある。だからこそ争いが起きるし、逆に理解し合えたり協力することもできる。
お互いに違う人間だからこそ、いろいろな可能性があるということを。俺たちもどんな関係になるかは俺たち次第ってわけだな。お、ヒュンメルの口からそんな言葉が出るとは意外だな。だがその通り。だからこそ世の中面白いんじゃねえか。ええ、気づいてみるとなんてことのない話ですが、私はいろいろなことを分かったつもりでいただけなのかも。そうやよ、嬢ちゃんみたいなお嬢様がなんで一人旅してたんだ。それは女性の心情を根掘り葉掘り聞くなんて失礼この上ありません。さあもう寝るといたしましょう。また夢を見るのか。とりあえず前回は、山火事になったところっすよね。ああなるほどね。てかどれがダーナ？真ん中？いや、夢の内容がちょいちょい短くなってきてるから、睡眠時間も長く取れるね。おし、行ってくるぜ。料理、この2つか。状態異常無効化って言ってもな、ブレイク率アップも、まあ、役立ちそうではあるけどね。こっちかな。密林に入っていきましょう。シュラム密林地帯。ん？なんか沼地みたいなのが今ちょっと見えたけど、一回沼地で溺れかけたかな。あれ？人がいるじゃん。確かにこの辺りへ逃げ込んだと思ったんだがな。バロー、気のせいだったか。そしてすぐ見つかった。あれは漂流者だと思うのですが、私には見覚えがないですね。お、こっちへ来るぜ。なんだこいつは。失礼な方ですね。いきなり何を。違う、お前たちじゃないな。ん？他にも誰かいるんですか。まあ気にしないでくれ。あんた一体。俺はロムン帝国軍の憲兵団に所属するエアランだ。憲兵団か。
ああ、犯罪取締り部隊ね。違いますよとかよく覚えてるな。確かに乗客の顔なんていち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 さ、そんな全員分覚えらんないっしょ。バルバロス船長は恐竜村にいるよ。誰かを探してるっぽいね。てかあれか、船に犯罪者でも乗り込んでたか。うわー、なんだこの気持ち悪いやつは。すげえ、本当に範囲広いな。おーとととととと、あれブレイクしてるってことはこれ、うわ遅い。アドルの攻撃か。いやー、これはちょっとマジで動きづらいし、ジャンプできねえし。これちょっとこっちにはいけないな。泥沼か、急がば回れだ。確かにそうだな。まっとうなことを言うときもあるのですね。これ連射してればなんとかなんな。当然のことを言ってる気もするな。これだってあっち行けないっしょ。ジャンプできないからね。すげえ情けねえ姿だなこれうわ、よくこんなところで回転しようとするな。アドルを普通に先行させていこう。おら、おら、あっち、いて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 、結構食らうね。防具変えたはずなのに。あれ、うまそうな果実、あ、これか。よし、マンゴーはでかいな。ここはツタを登っていけるかな。あ、登っていけるね。うわ、また蜂の巣がある。だからこれはこのまま駆除しよう。なるほどね。これはどんどんダメージが蓄積されて、うわー、またでかいやつがいるな。サラマンダイン、無駄、ほら、よし、分厚い皮か。お、レシピ書ムニエルがある。え、これムニエル作れんの。え、どうしようかな。なんか行けるときに戻っておきたい気もするけど、一回ちょっと恐竜村に戻って。エアラン、どうやら誰かを探しているようだが、でもロムン帝国の憲兵だったら追撃戦とかでめっちゃ役に立ってくれそうだけどね。料理ってここで作れたっけ。いや、君じゃない。料理する。あ、つか、まずムニエルの読もう。炙りムニエル。てかムニエルなんてさある、ちゃんと。おお、あるね。え、これ何、料理するって。料理しちゃっていいの自分で。あ、きっちりとな。なるほど、これあれか、保存しておけるのか。え、じゃあ状態異常無効化とか結構よくね。状態異常してくる敵に、敵っていうかボスがいたらそこで使えばいいんだ。それらしいのは見当たらない。やはり誰か乗ってたのか。話をする。荒事なら任せてくれやって。そりゃ地図も見せてみよう。では見せてもらおう。 20% いったよね。おお、素晴らしい進展だ。これはほんの気持ちだ。おお、いいね。ヒールポーション手に入れたってことは
お、ガントレットも手に入れた。空き瓶が増えたってことだよね。ガントレットをちょっと見てみましょう。ブレードリングじゃなくて、あれ？ガントレットって、あ、これか。ブレイク率アップ。ブレイク率アップするんだったら、落車とか、どうしようかな。こっちの方がいいか、硬いやつの方が。で、ムニエル君どこだ？ムニエル君がいないぞ。この中だっけ？そのクエスト時間がどれくらいなのかっていうのがいまいちわかんないですからね。クエスト時間短いが、どういう基準で終わっちゃうのかっていう。満足いただいたようで光栄です。カーラン教。何くれんだっけ、こいつ。どうだ、うまいか。うん、おお、なかなかに美味。なぜ今までこの品を出さなかったのだ。いや、作れなかったんだよ。レシピがなかったからね。褒美を取らせるとしよう。お前はこんなものを隠し持っていたのか。ありがとうございます。うむうむ、これからも私に尽くすがいいぞ。付け合わせが物足りぬ。あと酒も必要だな。物どもって。物どもなどいない。どこへ行くんだ。てか、お前残してんじゃねえかよ。俺のムニエルを。全く箸をつけてなかったな。いや、でも料理の使い道っていうのがなんとなく分かってきたからな。全くこいつは問題ばっかり引き起こすな。なるほど、事情は分かりましたって。なんだ問うって。マジで？完全に船長が取り仕切ってるね。僕からも頼みますと下手に出よう。まあ、そこまで横暴なやつだよね。まあ、実力行使に出れるほどの実力はないからね。美味なる食事。カーラン卿の好感度が上がった。なんか嫌だな、それも。さて、じゃあまた、森に戻りましょう。ここかな。ま、沼地はなるべく避けていった方がいいんで。このまま、こいつらが邪魔だな。うおー、このゲロ3連続な。この脇刺さがマジで半端ねえな。一掃できる。うわー、ここがちょっときついんだよな。で、登ったところは確かもうレシピがあって終わりですよね。だからこっちから行くか。戦いづらいけど
アイテムアイテムアイテム。ん？これは綺麗な水だな。いけないかこれもしかして。いや、いけねえ。この段差すらいけないか。ってことはこっちに、通じる道があるんで、ここは回復するのかな。ダンジョンではなかったよね。ダンジョンだった？ちょっと見てなかったな。これ何？あ、いけねえか。登れるかなって思ったら全然登れなかった。こういうのもだって登れなくない？じゃあ、いや、こんなさ沼地に入ると超汚くなるし、役者とかよく入るよ。おお、動きづらい。痛い。回避が間に合わない。あれ、なんか状態上になった。そんなことはないか。お、サラマンダインの皮を手に入れた。俺が転生してこいつらをぶっちのめす。もう沼地から抜けたい。ほら、あれあれ、これ果実あるよね。よしよしよし、マンゴー。これどっち？今はとりあえずこの橋を渡って。落ちたらこれまた元に戻ってこないといけないからね。これマンゴーかな。いいね、ここ結構いっぱいマンゴーがあるな。おお、怖い怖い怖い。ん？どこだ？いた。さて、これも登れるかな。うわ、サラマンダリオンみたいな。なんだっけ、サラマンダインか。そうか、この竜巻がもう攻撃力弱いな。お、ブレイクニードルがレベル2になってる。またサラマンダインの皮も手に入れた。あれ、これ何、下に落ちれんの。宝箱どこ？あ、これか。全然気づかなかった。マヒトリ島。これ落ちて大丈夫？あ、落ちれねえか。ここはこれだけかな。よいしょ。ここはもう下に落っこっていいでしょう。じゃあこっちか、そのまんま。渡って。あそこにびっくりマークがあるけど、こっちの方、あれ、こっちも行けるっちゃ行けるな。どういうこと？上から行くってことね。多分一回こっちに出て回り込んでいくと。ほ、ピョーンといったらピョーンと。あれ、あ、これか。もしや、マジか。山からたくさん。しょうがない、行こう。漂流村の危機とあっては、こういう途中でね、獣が襲ってくるから、セーブポイントがあってからの恐竜村の迎撃だったらいいんだけど。というわけで、じゃあ今回はこれで終了して、また次回は迎撃戦からやっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。